超戦略的パチスロ誕生。全力今駆け出せ。出場か勝負か、はたまた大勝負か、勝ってない戦略性で熱くなれ。全開業界初超戦略的ビビー搭載。ノーマルビッグなら13種、スーパービッグなら5種、全18種。ボーナス重視か ART 重視かバランス重視か自ら決めろ。もちろん ART だって抜かりなし。ループプラスゲーム数セット数上乗せ型 ART マスタングラッシュ搭載。純増2枚、マックス 85% ループ。多彩な上乗せチャンスで手応えも十分。さらに牧場王専用筐体で熱狂もピーク。さあ超戦略的に戦え。この勝負もらった。パチスロ緑の牧場王、届け日本一のゴールへ。業界初となる超戦略的 PB、 全てはここから始まる。ボーナス当選時にセブンがシングルで揃えばノーマルビッグ。ノーマルビッグに当選したら、まずメインとなる5種類のゲームタイプの中から1つ選択。この5種類のゲームタイプ、これまでにあった単に告知演出が異なるという代物ではない。ゲームタイプを選んだら勝負ボタンをプッシュすると、通常モードから勝負モード、さらに大勝負モードへ。どのモードで挑むのか自ら決めろ。ノーマルビッグでは5つのゲームタイプと通常モード、勝負モード、大勝負モードの3つのモードの組み合わせで13種。どの組み合わせパターンでもゲーム性、 ART 期待度、ボーナスゲーム数が全て変わる。その特徴を簡単にご紹介しよう。行くのね。チャンス告知タイプは故障ゲーム数プラス終了確率変動型ボーナス。通常モードでは故障された40ゲームが終了しても10分の1の終了を引くまでボーナスは継続。勝負または大勝負モードでは故障ゲーム数と終了確率が変化する。チャンス告知タイプの ART 突入率は全モード一律約 40%。 マスタング図柄揃いで牧場王シャッターが完成すれば ART 突入。さあボーナス延長と ART をつかみ取れ。よし。完全告知タイプはボーナスゲーム数プラスマスタング図柄揃い確率変動型ボーナス。通常モードでは50ゲーム以内にマスタング図柄を揃えろ。マスタング図柄が揃えば ART 突入だ。勝負または大勝負モードではゲーム数は減るが ART 期待度はグーンとアップ。さあレバーオンに全てをかけろ。役目の告知タイプは枚数上乗せ期待の変動型ボーナス。枚数上乗せ狙いなら勝負または大勝負モードを選べ。チャンス役成立で枚数上乗せ。通常モードでは枚数上乗せはない。しかしその分 ART 突入率が高い。さあ枚数をガンガン乗せるか ART 突入率か、どちらを取る。
っしゃー。最終告知タイプは ART ループ率変動型ボーナス。 ART 当選時の高いループ率を狙うなら勝負または大勝負モードを選べ。馬力メーターがアップすればするほど ART 期待度もアップ。最終ゲームで巻き場王シャッターが完成すれば ART 確定。さあ ART 突入率か ART ループ率か、どちらを取る。緑の巻き場王。レース告知タイプは最も安定したスタンダード型ボーナス。ボーナス中は牧場王の人気を上げてグランプリレースに挑む。牧場王が1着になれば ART 確定。さあ牧場王に全てを託して ART をつかみ取れ。これだけではない。さらにボーナス当選時にセトンがダブルで揃えばスーパービッグでは5タイプ全てのボーナス性能、 ART 性能が超絶アップ。どのタイプを選んでも大興奮すること間違いなし。これから始まる大レース、どのボーナスタイプを選ぶか、さらにどのモードで行くか、通常か勝負か大勝負か、戦略を自ら決めろ。自ら決めた戦略で手にできる高性能 ART、 それがマスタングラッシュは純増2枚のループプラスゲーム数セット数上乗せ型 ART。 その魅力は多彩な上乗せトリガーだ。まずはオープニングアタックウィニングランモードから、チョキゲーム数を乗せて乗せて乗せまくれ。チャンス役当選でゲーム数直乗せはもちろん、ムチ連打チャンス、ムチ連打チャンス突入ならゲーム数追加上乗せ、ボタン連打で3桁上乗せを狙え。なになに、カットイン発生でマスタング図柄が揃えばセット数上乗せ。さらにレバーオンで連勝ラッシュ突入ならゼロゲームでセット数上乗せ。マスタング図柄が揃うたびにセット数を上乗せ。G1 ラッシュは6ゲーム間のゲーム数上乗せ特化ゾーン。ここではリールアクションに注目。巻き場を優勢ならゲーム数上乗せのチャンス。巻き場を勝利で G1 ラッシュ継続。そして ART ゲーム数消化後はマスタングラッシュ継続をかけたグランプリレース。パドック情報は必見。白熱のレース展開は見どころも満載。巻き場を一着でマスタングラッシュ継続。ループ率はマックス 85%。 ライバルたちをぶっちぎれ。万が一敗れても根性タイムに突入で引き戻しのチャンス。5ゲーム間の引き戻し上乗せ特化ゾーン。根性で敗者復活だ。
そして通常中もサプライズが。レバーオンで。鬼修行モードに突入すれば ART セット数鬼出せゾーン。勝負ボタンを押すたびにセット数を乗せて、さらに乗せて、鬼のせー、鬼修行に感謝。マキモーが挑むパチスロ界の激闘ダービー。超戦略的 BB とマスタグラッシュの2大ポテンシャルを武器にいざ出走。5つのゲームタイプと3つのモードの組み合わせがボーナスを変える。 ART 期待度を変える。そして自ら決めた戦略が命運を分ける。勝ってない戦略性で熱くなれ。この面白さ格別、パチスロ緑の巻き場を届け日本一のゴールへ。伝説は僕が引き継ぐんだ。平和